大砲大砲級居留地90番地の大砲は、神奈川県横浜市中区に保存されている19世紀の大砲。山下町90番地で発見されたことにより、この名がある。現在は発見場所近くの3カ所に1門ずつ据えられている。1959年に山下町90番地工事中に掘り出されたカノン砲である。居留地90番地には、 明治時代に、スイスの商社、シーベル・ブレンワルト商会があって、売れ残りの大砲を店頭に展示していたとされる。1910年の書籍には、ブレンワルト商会は昔武器を扱っていた記念として、倉庫に大砲を飾っていたと記録されている。1923年の関東大震災で、埋没したとみなされている。現在は街角に据えられている。 開港広場公園の横浜開港資料館前、山下町90番地のマンション前、神奈川県立歴史博物館前発見場所近くに置かれたものは、幕末の1854年にペリーが来港した時、佐久間昌山が警備のために持ってきた大砲だと現地の説明板には記載されている。ありがとうございます。